はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。ワールドホビーフェアが終わってしばらく経ちましたけれども、はい、相変わらず我々ですね、虫キングやっておりますね。はい、はい、あの楽しいね、うん、激闘一段始まったしね。あのね、結構やってる、結構やってるよねパパも A ちゃんの相手ばっかりしてるから、うん、パパのカードが全然ゲットできない。確かにごめんなさい本当だよ、だってウエストウッド大四角上がったら欲しいのに、うん、逆にこっちが、まあ、ゲットしちゃったっていう。虫キングのおかげでちょっと我々ですね、虫ブームが来ております。はい、はい、それで A ちゃん今日なんとこんな食玩を買ったんでしょ。はい、カバエの変身昆虫コレクション。そうだね、はい、でこれラインナップがいくつかあって、はい、でここだよこれ、うん、ちょっとかなり端折っちゃったけど、うん、これがなんとノコギリクワガタとヘラクレスリッキーブルーなんだって。はい、普通こういう虫のおもちゃで、はい、ヘラクレスリッキーって出てこないよ、うん、これだからさ、虫キングかなり意識してんじゃないの多分ねそう、ということでエシン君これを買ったんでしょ。うん、うん、はい、これがノコギリクワガタですね。はい、はい、でこれが変身してヘラクレスリッキーになると。はい、まずこの角を真ん中にこうやってね、折りたたむ、折りたたむ、そして次はこの足をくるっと回転させて、うわで次にここの、うん、あ、角だ、うん、ディッキーブルーの角を出します。はい、おー出た出た、おーいいね。で次にこのノコギリクワガタ2本の角をお尻にしまう、お尻にしまって、で、下も出てくる。これで完成。あ、そうするとこのこっち側の角が出てくるのね。はい、なるほど、これがヘラクレスリッキー。はい、すごいね。はい、かっこいいじゃん。かっこいい。ヘラクレスリッキーってのはちなみにこの普通のヘラクレスオオカブトのこの部分、うん、羽の部分が、うん、たまにね、うん、水色の青白いのが出てくるんだって、はあ、突然変異みたいなの で、うん、でそれがヘラクレスリッキーっていう名前がついてるんだよね、はい、すごく貴重な虫みたいだけど、うん、これが今回虫キングに出てんだよね、はい、でエシン君はなんとゲットしてしまいましたこの前ね。はい、 SS レアのヘラクレスリッキー。はい、はい、でなんとこれね、キラカードでも何にでもないのに強さが最初から300。そう、強さ最初から300なんでね、うん、超強いカードで、超強いんだよね。これ初戦で私は負けましたけど、うん、うん、もう必殺技のさ、うん、強いからね、うん、必殺技のアースクエクスローがめっちゃ強いんだよね。そうそうそう。でちなみにノコギリクワガタのカードも一応持ってるのね、はい、これワールドホビーフェアで、ワールドホビーフェアカップ、はい、ね、大会参戦した時の、参加賞みたいな感じ。そうだね、うん、プロモカードですね、なんでね、はい、それでね、こういうのを持ってるの実は、はい、これすごいリアルでしょ、うん、これは、コーカサスオカブト。はい、はい、すごいよねこれ、これ超リアルなんだよこれ、うん、本当にこうやって置いとくとさ多分本物と見違えちゃうよ。本当だ。でこれあと顔が動きます。ちょっとだけ顔とか足が動くんだよね。はい、うん、でヘラクレスと同じ、はい、あの種類のネプチューンオカブトっていうのが、はい、これのラインナップにあったんだけど、うん、それはもうね全部売り切れてました、うん、多分これすごいなんかリアルですごい、うん、これ本当にうちに虫が来たみたいになっちゃうね。ちなみにこうやって置くとどう、大きさが違う。あ、こんな感じだね、テク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 、こんな感じだねそんな感じでですね、ちょっと虫ブームが、はい、我が家来てるんですけども、はい、本物の虫が来たらどうしますか、買えますか、シンクは。そこが一応問題なんだよ。本物のコーカサスオオカブトがうちにいたらこうやって乗っけられる、手に。いや乗っけられないよ乗っけられないかい。まあ見るだけはできるけど、あとこういうとこ。実はね、去年 の、うん、あの福島に、福島観光協会のお誘いで行った時に、はい、ムシテックワールドっていうとこ行ったんだよ、うん、でそこでヘラクレスオオカブトは実物を見て、パパはこの角のね下のこのふさふさの部分をこうやって、ね、触らせてもらえたの、うん、でエイシン君は怖くてその時触んなかったの。あれがね、ほんともったいないことした、うん、今思えばね、うん、その頃に虫キングやってればもうすぐに絶対触ってたと思うんだよ ね、 たんだよね。だってすごいおとなしかったんだもん、ヘラクレスオオカブト。うわ、可愛かったんだよね、うん、はい、ということで今回は虫キングの影響でちょっと我々虫にハマりつつあるという動画でございました。はい、はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか、
俺も虫好きだぜっていう方はぜひ高評価ボタンお願いします。いや、虫が嫌いな方でも高評価ボタンお願いします、うん、まあよかったね。そうだね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。嬉しいですね。あ、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。